こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、東京都千代田区ですね、秋葉原駅に来てます。電気街改札の方ですね、ではですね、今から秋葉原の街を歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年10月8日午後10時、もうすぐ10時10分ですね。ではですね、歩いていきたいと思います。秋葉原ね、結構久々で、まあ、都心自体を歩くのも久々なんですけども、半年1年、いや全然覚えてないですね。ではですね、秋葉原周辺歩いていきたいと思います。なんかまあいつも歩いてるようなコースでね、歩いていこうと思います。今日はちょっとあえて、遅い時間にちょっと歩いてみようと思って、来た感じです。夜遅くても結構人いますね。なんかね、渋谷とかだとね、こんな感じなんでしょうけど、秋葉原もこんな感じですね。結構遅くまで人が多い感じです。まあ、昔からですかね。これはちょっと渡っときたいですね。結構俗に言ういた車が何台も止まってますね。結構ここで集まるのが恒例な感じなんですかね。もうね、この時間になるとやっぱ人少ないですね。このまま末広町の駅の方までね行こうと思うんですけど、どこも伸び放題2980円とかそういう感じですね。このコメイドカフェバーニュータイプ、すごいですね。いろんな業態ができてきますよね。この辺のラーメン屋さんはあまり変わらず営業してるみたいですね。並ぶ。これはまぜそばの店、場所が移ったんですね。お家にとんかつが待ってるんだから食べるなよ。まだ未定なんだよ。待って、俺今何歳かも分かんないんだけど。17です。一番年下だよ。27です。何年前？ではですね、末彦町の駅の辺りで撮影を終えたいと思います。どうですかね、秋葉原、夜遅い時間、まあ人が増えたと思うんですけど、まあ雰囲気的には以前とそんなに変わりはないのかなと思ったりしてます。こっち移しながら終わりましょうか。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。